大相撲春場所14日目の取り組みが22日エディオンアリーナ大阪で行われ東前頭17枚目の新入幕孫富士24イコール伊勢ヶ浜部屋和元大関の朝の山30イコール高佐護部屋に寄り切りで敗れて2敗目を喫した直後の取り組みで西前頭5枚目の大の里23イコール二所の関部屋が小結び、阿炎 29イコール錣山部屋に叩き込みで勝って3敗を守ったため、支配の行方は先週楽へと持ち越された。結びでは豊昇龍が琴ノ若との大関対決に寄り倒しで敗れて4敗目を喫し、優勝争いから脱落。優勝争いは新入幕の、ちょんまげ、孫富士と幕内2場所目のザンバラ、ざんばら神大の里の新鋭2人に絞られた。 以前単独トップの孫富士は千秋楽で勝てば、1914年、大正3年、夏場所の両国以来110年ぶりの新入幕優勝が決まる。しかし、敗れた際に痛めたのか、土俵を降りる際に右足を引きずる姿が。車椅子で花道を去り、大丈夫です、と言いつつ医務室へ直行した。その後、右膝から下をギプスで固定したまま救急車に乗り込み、 大阪市内の病院へ向かった。関係者によると、足首かアキレス腱を痛めたものと思われる。初土俵から所要急場所で最速新入幕を果たした孫富士は今場所、初日から11連勝。9日目には三役初挑戦で小結び、阿炎を下すと、10日目には大の里との新鋭対決を押し出しで制した。11日目には大関、琴ノ若を寄り切りで破り、 1960年初場所の大砲に並ぶ歴代一位体となる新入幕初日からの11連勝を達成。出世が早すぎて大井町大井町の言えないちょんまげの24歳があの大横綱が作った記録に並んだ。12日目には99年度生まれの同学年の大関、宝章流に土俵下まで投げ飛ばされて初黒星を喫したが、何も考えずに自分を信じてやるしかない。 と切り替え13日目は関脇若元春を圧倒し歴史的な新入幕優勝に王手をかけていた。